ただいま、家庭での電力消費の一番はなんと照明。蛍光灯から LED に変えるだけで照明の電力消費量が半分になりますよ。そこで話されると眩しいな。 HTT とは電力を減らす、作る、貯めること。東京ゼロエミポイントで LED 照明もお得に買い替え。この冬電力不足に備えて HTT でしょ。 HTT 皆さん覚えてくれてますか？節電、節ガスなどエネルギー使用量を減らすの H はもちろん大切ですが、作る、貯めるの TT も重要なんです。太陽光パネルで作る、蓄電池で貯めることは CO2 や光熱費の削減、さらには災害時にも有効ですよ。エネルギー問題のこれから考えましょう。未来のために HTT でしょ。林修さん入られます。よろしくお願いします。前回が好評だったということで、その続きのバージョンになるんですけども、はい、ということを2人に伝える、はい、そしたら上に対してリアクションをされる。よろしくお願いします。いや、本当によく見たという声をお聞きしましたね。電車の中とか、僕自身が一番驚いたのは、あるビルに入ったらエレベーターが開いたらエレベーターの中に貼ってあって、自分とご対面したっていう、あれはあまり心臓に良くないですね。はい、出てます。家庭での電力消費の一番はなんと照明。 LED に変えるだけで節電になりますよ。やっぱり根本的な運動神経の鈍さがここで響くかというのを実感しましたね。もう体を動かしながら喋るっていうのがなかなかこう思った通りにいかないという点は、まあ、前よりはちょっと良くなったかもしれないんですけど、まだまだ今後の課題ですね。じゃあお体はちょっと真っ正面まで用意していただいて、はい、はい、はい、スタート。節電、節ガスなどもう少しだけ H を仕事あったな。今だね。募集をちゃんと書くと全てがうまくいく。授業も何か。未来のために HTT。 やっぱりもう本当、蓄電池をどうしていくかというのは国策にも通じる政策的な問題ですよね。まあ、本当にエネルギーをめぐる状況がもう世界的に厳しくなっているので、本当システムというか制度できちんと整えていかないと将来に大きな不安が残るなということは最近の報道を見ていて常々感じていることです。 HTT 皆さん覚えてくれてますか？決して無理をしない範囲で、でも一人一人の小さな心がけが積もり積もると大きな差を生みますので、それぞれの方ができる範囲で、節約、さらにはですね、作ったりとか貯めたりということに、協力していただいて、この厳しい冬を乗り切っていけるといいなというふうに思っております。以上で林修先生終了になります。ありがとうございました。